ハワイからお届け、 JP 先生のアロハでプールの英会話。 Hey, what's up? It's me, JP. みんな元気? JP だよ。前回話題を持ち出す時のフレーズ You know what? もう覚えてくれたかな？今日もここハワイからすぐに使える英会話を教えていくよ。これが使えるとちょっとクールになる、その感じのフレーズをピックアップしていくからね。 Because the English you learn in school isn't always the English you use in your everyday life. じゃあ早速今日のフレーズを見てみよう。 Let's go! OK, so 今日は友達を遊びに誘う時のフレーズだよ。英語で遊べば英会話はすぐに上手くなるからね。友達を遊びに誘うとき、Let's play というフレーズを習うよね。これはもちろん正解なんだけど、日本語にすると遊びましょうっていう感じで幼稚に聞こえるよ。使うのは小学生くらいまでかな。大人なのにまだ遊びましょうって言ったらちょっと変じゃない？ This is not very cool. OK, soクールに友達を遊びに誘うときは、なんて言えばいい？ It's easy. こう言おう。Let's hang out. Let's hang out. 発音は、Let's hang out みたいにはっきり言わないでいいよ。どっちかっていうと、Let's hang out っていう感じ。Now you try. みんなも言ってみて。Let's hang out. Let's hang out. Let's hang out.Let's hang out. Very good. 幼稚に聞こえる Let's play もその後にテニスとかチェスをつけて Let's play tennis とか Let's play chess っていう文には大人でも変じゃないからね。覚えておいてね。あと Let's hang out の他にも Let's go out というフレーズも似たような感じで使えるよ。でも、go out を使う場合、注意しないといけないよ。Will you go out with me? って丁寧に言っちゃうと、今度は僕と付き合ってくださいっていう意味になっちゃうからね。Will you go out with me? 間違えて誰かに告白しないようにね。Let's hang out! 友達を遊びに誘う時のフレーズとして覚えておこうね。OK, everyone! Fantastic!今日のレッスンはこれでおしまい。友達を遊びに誘うときには Let's hang out 忘れないでね。 See you on our next show. Bye for now. 遊びましょう。 JP でした。